はい、ピースケです。サックスでやっていきます。というわけで、今日から飛距離くんが始まったということで、飛距離くんお役立ちガチャ、これを40連引くかと思いきや、10連一発勝負でいきたいと思います。というのも、まあ、村雨ですね。村雨、まあ、守備骨を持っていたり、アイコンタクトで、まあ、初登場なんですけども、まあ、いらないかなっていうところで、イベント、用で、まあ、ね、まあ、R とか PR1 枚あったら助かるかなっていう感じなので、とりあえず10連で、ワンチャンボタン引けたらいいかなって感じですね。で、なんか外野なのになぜかアイコンタクトとかで、なんか、まあ、弱くはないんですけど、使い道がなかなかないっていう感じで、まあ、ナヌークをね、まだ持ってない方とか、は、もしかしたら引いた方がいいかもしれないですね。まあ、肩キャラ2人のガチャということで、まあ、とりあえず行きましょう。10連引けるよね。引けるね。さあ、村雨の、まず R を確保しました。で、10連一発勝負です。SR が一応出るってことなので、まあ、そこでワンチャン引けたらいいかな。お願いします。一番最初だったら、あ、違うか。あ、PR どこに出るの。あ、そういうことか。はい、ということでございました。あー、引かなくていいかな。PSR 出るけどね。一応もうこれでいいかなっていう感じでございます。なんか最近なかなか、こいつは絶対ほど、なぎさ以来あんまり、いいキャラいないなっていう感じなんですけど、どうなんでしょう。で、カンパチくんが PR 出てるので、どうなったどうなった。引けるかな。カンパチプラゴなったらでかいぞ。はい、で俺はもう円卓に向けて準備を進めていきたいので、まあこの辺はキープですね。R と PR 持ってればだいぶ違うね。矢島の解放しよっか。まあ、せっかくなので、まあ、ちょっと見応えは全くない感じではあったんですが、まあ、お知らせがてらっていう感じで見てもらえれば、おい、いいかなって思います。はい。で、暁終わっちゃったからね、何やればいいんだろう、サクセスっていう感じでございます。やっぱシラスかな。はい、どうしよう、混ぜちゃおっか。いってらっしゃい。はい、ダメで、誰で誰が出たっけ。あー、マグロもなんか、まあ、今混ぜなくてもいいかなって感じか。あ、これこれこれは闇が見えるか、まあ、一応金属がレアなのでね、もっと打ちたい。はい、というわけで今日は本当に運がない日でございましたという感じですね。で、飛距離くん、それ飛距離くん、飛距離くんが、まあ今日から始まっていまして、まあ、この2人が効果がアップになっております。あ、 PR でも 20% だね。 PSR50% ってちょっと露骨だなこれ。露骨だな。まあまあいいでしょう。で、この辺がもらえるよっていう、まあ、あんまり当たりないんだよな俺の中では。友沢くんぐらい、本当に。まあ、鈴木はいいけど、
まあだから気楽にやれたらいいと思います。でもね、豪華、結構割とね、報酬は豪華だった気がしまして。キョリ君ですね、これ何パーか出ないんだ、あなた何パーですよっていうの出てほしかったんだけど、報酬リストで1周すると SR ガチャ券で PR ももらえて、補助券もらえて、最後このチケットももらえるっていう感じなので、まあ2周はしたいですよね。2周はしたくて、まあ、この辺がだいぶ豪華。選択権、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 ランダム権、選択権、ランダム権、選択権。まあこの辺まで行けたらね、だいぶまあ豪華って豪華ですけど、うん、この辺 PR ですね、もう3000位まで。なんでここまで来るとまあいいかなって感じですね。はい、ということでございます。以上かな。チャレンジもあるのかな、一応チャレンジも一応あると、まあ、試合チケがまあまあもらえるので、まあ気軽に頑張っていきましょう。ということで今回ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。あれだよね、何も強化来てないよねっていう感じなので、もうこれしかやることないということでございます。皆さんピースな一日を。謎の謎でしたけど最後、はい、バイバイ。